アナトール・フランスは、フランスの詩人、小説家、批評家。本名は、ジャック・アナトール・フランソワ・アティボー。パリ出身。アカデミー・フランセーズの会員を務め、ノーベル文学賞を受賞した。代表作は、シルベスト・レボナールの罪、マイ・ヒメ・タイス、赤いユリ、エピクロスの園、の、神々は乾くなど。芥川龍之介が傾倒し、石川敦氏が訳していたことで有名である。 1922年には全作品がカトリック教会の禁書目録に掲載された。この禁書目録は1966年に廃止された。1940年により白水社でアナトール・フランス長編小説全集全17巻、アナトール・フランス短編小説全集全7巻が刊行、1951年に完結した。2000年に改版、新装した。 アナトール・フランス小説集を刊行。P ・シャンピオン。我が懐かしき町図書出版社。1992年。P180。芥川龍之介。影灯籠国立国会図書館サーチ。2020年8月1日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ g a l l i c a b n f f r スラッシュアーク。12148。 BBT6 キロ408万 7599F331 イメージラングフア。ありがとうございます。